たびたび事件前に登場していた舞の友人、父親はこの友人に感謝しているという。逮捕後、記者に、俺は後悔していない、と語る父親の新たな動機。気に食わない人間を、いとも簡単に手にかけるこの家族が狙っていた新たな人物とは。皆さん、こんにちは、未解決事件捜査官です。皆さん、こんばんは、未解決事件捜査官助手です。そういえばこの事件ってユイガさん以外の第二の被害者について、いろいろと言われているわね。舞たちの自宅にはもう一つスーツケースがあったと、いう話が出てきているな。流出したツイート見てみると、この西高一家にとって気に食わない人物はユイガさんだけではなかったみたい。後でも話すけど、この事件を目にした人たちがミクパパが犯人だと、かミクが怪しいと騒いだよね。それで次の事件が抑制されたのではないかと思われる。そうね、すごい騒ぎになっていたから注目されるし、さすがに次の犯罪なんて起こせないでしょう。あれだけ人目や体裁を気にする家族だし。もちろんユイガさんの遺体が、予想外に早く見つかったことも大きいけどな。これがもし見つからなくて、さらに自分たちを疑う人がいなかったら、第二の被害者が出ていたかもしれない。まあ、常軌を失っていた家族だしね。それはそうとユイガさんの事件、また続報が出ているわよ。そうそう NHK の報道で、父親の西高正弘被告へのインタビューがあったので読んでみたよ。私も読んだけど、感想を一言で言うととても虚しい事件だなと感じたわ。一つ前の動画で配信者とリスナーの関係について話したけど、父親の言っていることといろいろリンクしていて驚いた。やっぱりユイガさん、そしてユイガさんを支援しているリスナーとも、西高舞は揉めていたことが事件の背景にあるわね。前回、いわゆるピンリスと呼ばれるユイガさんの恋リスナーの話を少ししたんだ。ユイガさんと破局した際に、ユイガさんを応援しているリスナーさんたちも、舞被告に対して批判をしていたというね。まあ、通常は配信者についているリスナーは、何かあれば配信者側の味方になるわよ。良い悪いを判断するというよりは、どんなことがあっても味方、みたいな。しかし誤解がないように言うと、今回父親の言っているのはその恋リスナーに限った話ではないようだ。配信のあり方によって生まれる弊害のようなことかな？そんな感じのことを言っていたわね。動画が出るとそれを真実だと、鵜呑みにしてしまう人がいるとかなんとか。今日はそのあたりの話もしようと思うけれど、他にもちょっと気になることが出てきたよ。他の逮捕者が出てくるかもしれないって話よね。そうだね、警察は事件の深く関わっているのは、今回の5人だけじゃないと思っているようだ。これは事件当初からなんとなく、背後に誰かいそうな感じがしていたけれど。そうね、そのあたりも考察していきましょう。なので今回は父親が話した動機、前の友人って誰？次の逮捕者が出るのか？という3つの点についてお話しします。では、皆さん、ゆっくりしていってね。男性が行っていた配信活動について影響力が強く、全く関わりがない人までが配信内容を真に受けてあれこれ言ってきたなどと述べて、事件の動機の一つになったと明かしました。これは NHK が警察署で、父親の西高正弘被告へ取材した時のものなんだ。配信者が言っていることが正しく聞こえて、そこで晒された人が叩かれるような世の中はおかしい、とも言っているわね。わがままね、だからと言ってこんなことを。記事を読んだ感じでは、父親はあまり配信会に詳しくないようだ。配信というのは配信者にファンのようなものがついている。直接前を知らない人でも、配信者に関係がある問題だったとしたら当然口を挟むよ。そうね、面識がなくても配信者から色々と話を聞いているのだし。これは芸能人で例えたら簡単よ。A という芸能人が B という一般人と破局して、その後 A が B と揉めていたら A のファンは A の味方をするからね。
その芸能人の規模を小さくしたのが配信者なんだよ。事実、ゆいがさんが彼女募集したら、舞自身が応募してきている。そういう世界に自ら飛び込んだわけだからね。舞の母親が勧めたのよね。ゆいがさんが彼女募集しているよって。それで3月から交際が始まっているんだ。結果こんなことになったけれど、最初は2人でコンサートに行ったりして仲良かったな。ゆいがさんも今まで知らない世界を楽しむことができて、嬉しそうだった。さらに父親は配信で晒されるのは自分は気にしないけど、若い舞は影響されやすいし、精神を病むようなケースもあると言っている。それも前回言ったけど、ゆいがさんの配信って1000人もいないのよね。もっと言うとツイキャスでは200人以下とかよ。晒されると言ってもそこまで影響力はないわ。ただ舞も母親も配信にどっぷり使ってて、いわば配信閲覧が中心の生活になっていた。なので感覚が冷静ではないというか、配信で言われたら全世界に広められたみたいな感じに捉えていたと思う。彼らにとって配信は生活の一部だからな。まあ、配信者と実際に付き合うくらいだからね。その勢いで父親に私はひどい目に遭っているみたいな感じで話したのでしょう。それを配信に詳しくない父親は真に受けて行動を起こしたのだろうね。とんでもないことになっていると。そういうのが嫌だったら配信を見ないようにすればいいんだけど、この人たちは余計に監視するように見ていたわ。おそらく配信を監視しないと、また何か言うかもしれないとかそういう境地でしょう。ただ NHK によると、リスナーの中には前の携帯電話に居場所を特定してやると電話した人もいたみたいだよ。なるほど、それで岩木がゆいがさんのリスナーの住所や本名を特定しただの、ご尊顔がわかっただの書いていたんだわ。多分そうだろうね。ゆいがさんもあの人たちが俺のリスナーに矛先向け始めていると困っていたな。ゆいがさんに対して憎悪という形でこんな事件にまで発展したことを考えると、リスナーたちも危険な状態だったかも。確かにね、さっきも言ったけど現場の団地にはスーツケースがもう一つあったという話も出てきている。事件前に二つ買ったのかしら？それが本当だとしたらかなり危険な状況ね。あちらは5人で動くから。とにかくあいつは許せない。この人たちも許せない。みたいな身勝手な考えに取り憑かれていたようだしな。でもね、一つだけ父親の言っていることに賛同できる部分がある。それは何？動画の投稿者などには、行き過ぎた行為をしている人もいる。動画が出るとそれが正当化されてしまう。おかしいと思う。という部分だよ。この場合は投稿者ということだけど、配信者にもとんでもない人がいるじゃん。そうね、前も話したけど彼女と別れるとお前の顔写真を配信で晒してやる、個人情報ばらまいてやるっていう人いるわよね。ほら、一時期、髪を金髪にして目立っていたライバーいたじゃん。あの人もファンだった女性と揉めた腹いせに個人情報ばらまいて、自殺未遂に追い込んでいたわ。その人仕事ができなくなったらしいね。一般企業に勤めている女性にとって、それは嫌だろうな、影響度が少なくても。そもそも付き合う時に顔出しはしない、ということで付き合っていたのに別れるとなると老変する配信者はいるな。それは立場的に一般人は配信では弱い立場だからなのよね。情報をさらけ出していないから。情報をさらけ出している配信者は、リスナーをバックにして情報を発信できるから強い立場。そこを逆手にとって卑怯なことをするんだから手に負えないなぁ。芸能人のようなものといっても、少なくとも芸能人は個人情報をテレビで配わないわけだし。ゆいがさんは前の住所などは配信でバラしていないけど、他の人の住所バラしたわよね。あったね、そのリスナーさんはプレゼントをゆいがさんに郵送したことがあったんだよ。その後揉めた時に、わざわざ取っておいた伝票というか送り状を探し出して、その人の住所を配信で読み上げたことがあった。そういうのを運営が野放しにしているのは、やはり問題かもね。
運営側に通報しても放置されたり、配信者が脅迫めいたこと言っててもスルーだったり。要はね、ある程度テレビの基準と合わせるくらいにしないと問題はなくならないだろうな。未だに大声出して喧嘩配信らしきものしている人もいるわよ。一度に何百人も放送を同時配信しているし、後で確認すると言っても4時間も5時間も配信している中からその箇所を見つけないといけない。なので、車に向かって飛び出したとか、そういう極端なものを除いて後は放置しているんだろうな。本気で監視しようとしたら、経費も今の数倍もかかるだろうが、バカみたいに儲かっているんだからやらないと。気になったのはこの父親って仕事の関係者や親戚に迷惑をかけてしまったが、後悔はないと言っているのね。よほど前に吹き込まれたのかしら？普通は人を一人殺めているんだから、冷静になったら後悔はするでしょうに。うぷ主はこの父親は、生きる希望がなかったんじゃないかと推理している。再婚した奥さんが病気になって数年前に亡くなっているよね。確か、看病のためにわざわざ正社員を辞めて、派遣の仕事についていたわ。それ以降髪の毛を切らないようにしている、なんていう噂もあった。先に旅立たれて自分が一人ぼっちになって、自暴自棄みたいなところもあったのかも。娘がそこまで困っているのなら、俺がやってやるよ、もう失うものはない、みたいな感じだろうな。なるほど、そういう状態だとしたら、ゆいがさん以外の犠牲者が出ていた可能性も十分あったわね。あとちょっと気になったけど、父親は動画投稿者という言い方をしているんだよな。配信者と投稿者は私たちの認識では違うけど、誰かがゆいがさんと舞の破局についての動画を上げていたのかしら？切り抜きとかまとめ動画で上げていたのかもしれないね。そこで面白おかしく舞のことを取り上げていたり、誹謗中傷していたとか？そうね、そういう動画は見ていないので何とも言えないけど、父親の話では舞を悪者にしたような動画があったのかも。どこまでの内容なのかはわからないけど、実名出されたりしていないのであれば仕方ない部分もあるわね。あとね、これは余計なことかもしれないけど、配信見ている人は絶対に配信者と深くは関わらない方がいいよ。全員が全員悪い人とは言わないけれど、配信している人の中にはまともな職に就けない人もいる、犯罪歴が多くて。確かにね。初期の頃の F というサイトは入れ墨だらけの人たちや本職が、その入れ墨を見せながら配信していたところだったわ。今は綺麗に画像削除されているけど、2年前はザクザクスクショが出ていたから。構成していない前科持ちもいるからね、配信者。何度も何度も覚醒剤で逮捕されたり、前科がたくさんあったり、元ヤーさんとかね。ホームレスに近い人は、リスナーにしつこくお金をせびって、もらえないと切れて暴言吐く人もいる。ネタかもしれないけど、そういうやりとりが人気を博すんだ。あとリスナーにもヤバい人たちいるわね。配信でコメントしていると仲良くしようと返信してきて、Twitter アカウント聞いてくるリスナーもいるけど、教えない方がいい。大体そういうのは、同じように前科持ちで構成していないとか、非常にややこしい人が多い。それこそ毎朝の母親みたいなのもいるでしょう。まあ一部の人たちなんだけど。見ているだけにした方がいいよ。たとえ相手が人気者に見えたとしてもね。父親の話に付随して、ちょっと気になるのが前の親友って人の存在なんだよ。そうね、ちょくちょく出てくるのよね、そのお友達。以前出したスクショにも友達と称して、ゆいがさんと舞が付き合っていた時の話を他の配信者に LINE していたわよね。あれはてっきり舞が友達のふりをしてやっていたと思っていた。中身を読むとゆいがさんへ対する不満だけではなく、ゆいがさんの例のリスナーたちについてもしっかりと書いてある。そのあたりも父親のツイートと同じなんだ。父親のこのツイートでしょ。ゆいがさんのリスナーの名前をずらずら書いて娘の友人に感謝ってあるわ。見比べるととてもこの二つは似ているのよ。
特にスクショの方はユイがリスナーに対してかなり怒っているわ。この西高一家といわきの根底にあるのはユイが許せない、ユイがのリスナー許せない、俺たちを犯人扱いするなですもの。スクショは前やいわきが捏造したとしても、父親の方は多分本当の人物じゃないかな？ということは、ユイがリスナーのことをよく知っていた友人が、実在していたということになる。これって前よりもユイガさんのリスナー関係に、詳しいということになるんじゃないの？父親から感謝されているくらいだから、そうなれば限られてくると思うけど。普通の学生時代の友達で、前よりもユイガさんに詳しく、さらにユイガリスナーにも詳しい人がいるのだろうね。もしそういう前の幼馴染み的な人がユイガさんのそばにいたら、一度くらい名前が出てくると思うわ。それともそういう学生時代の友人ではない人なのかしら？それ以外で考えたら三つの人物像が浮かび上がってくるな。一つはユイガさんのアンチだろう。彼らは誰よりもユイガさんの配信を見ていて、しかもアンチだからユイガさんの味方をするリスナーについて詳しいはずだ。まあ、敵対勢力のような感じでしょうから、アンチは把握しているでしょうね。でもそのアンチが前の友人という間柄になるんだけど、ピンとこないなぁ。しかも、揉め事の詳しい詳細まで知っているアンチということになる。二つ目のパターンは、この親友というのが配信者という可能性だね。付き合っていた前よりもユイが界隈に詳しいから、ユイガさんのことをよく知っていた配信者かもしれない。ユイガさんのことについて詳しくて、さらに前と仲が良い配信者ということになる。父親の言う前の友人、そして出てきたスクショに書かれていたように前ちゃんのお友達です。これが配信者なの？ピンとこないけどな。そして三つ目が、ユイがリスナーの中に裏切り者がいたということだね。支援したり仲間のふりしていたけど、裏では配信でアンチコメ書いたり嫌がらせしていた人がいたのかもしれない。そういう人だったら界隈に詳しいし、ユイガさんやリスナーを窮地に追い込もうとして父親に垂れ込むんじゃないかな？その可能性はあるわね。ほら、そういえばユイガさんのツイッターになりすましツイートしていたものがあったじゃない？その中に子さんリスナーの裏切りとわざわざ書いていたわね。あったな、ユイガさんは15日にはもう亡くなっていたから。舞がなりすましていたのが報道で決定的になっている。あれ不思議だったのよね。わざわざ子さんリスナーの裏切り、なんて書いたら事件性を匂わすことになるでしょ？普通のツイートにしておけばいいものを。書いた本人はユイガさんがもうこの世にいないことを知っているわけだ。ということは、あれば舞が誰か特定の人に向けて書いたと思われる。多分、舞たちが揉めていたユイがリスナーに対してじゃないか？なるほど、あなたたちの中に裏切り者がいたので、こちらには全部わかっているんですよ。みたいな。あの人たちは何か見つけてユイがリスナーに敵意を向き出しだったから。ユイがさんの遺体がかれこれ10日間以上も見つかっていなかったから、調子づいていたのかもしれない。遺体が発見されてからはツイートはピタリと止まっているわ。そして1月に入院していたと嘘を自分のサブアカでつぶやいている。でもリスナーで誰が裏切っていたのでしょう？誰かもわからないし、その3つのパターンじゃないかもしれない。あくまでも想像だ。しかしいずれにせよ、前の父親に揉めていた内情を話し、そしてユイがリスナーの名前や情報を垂れ込んだ人がいるということだね。まさに火に油を注いで事件の後押しをしているようだ。そうね、愉快犯というか裏で余計なことして騒ぎを大きくした感はあるわよね。冒頭でも話したけど、本当に第二の被害者が出なくてよかったわ。この家族は、とにかく自分たちが気に食わないと思った人間は命を奪って当然という考え方だから。この捜査の過程で、原さんの死後、口座から現金が引き出されていることが分かり、逮捕に至ったということです。調べに対し西高容疑者は間違いありませんと容疑を認めているということです。警察は、
他にも関与した人物がいないか調べを進める方針です。他にも関与した人物のことが出ているわ。これは事件のどの部分に関与した人物なのかしら？そうだね。この記事は全般的に前田結賀さんのキャッシュカードを使って、現金を引き出したことが書かれている。なので流れ的には、他に関与した人物というのは、結賀さんのお金に関するものだろうね。そうね、いつも報道では、5人のうちで3人が関わっていたとかそういう書き方だったわ。でも今回は他にも関与した人物と書いてあるのを見ると、この前以外の4人のことではなさそう。事件発覚直後の動画でも言ったんだけど、結賀さんに対して父親たちがお金を払えと催促するときはメールとか LINE なんだよね。要は会ったこともないし、相手の顔とか声とか知らないんだ。本当に前関係者だけだったのかわからないと思うんだよ。なりすましは可能よね。結賀さんも途中で待てよ、みたいな感じになって、父親らしき人と言い出したわ。リスナーもそれは父親じゃないかも気をつけて、とコメントしていたし。まあ、その動画はなぜか消えているようだけど。なのでこの問題を知っている人間が、父親や前のふりして結賀さんを騙してお金をゆすっていたかもしれない。結賀さんは動画の中で30万は払ったからもう払わない、そしてそれ以上払ってんだからと言っていたわね。残り50万ぐらいの金額だけど残高ね。残りが、支払いが、もう俺それ以上払ってんだから。これは払わないといけないと思うの、俺が。逆に、俺が全額ほら支払いすべきだろ。言っていたな、あれ？と思ったけどね。そして現在は脅迫が2件来ている。その1件はわかるけど、もう1件は誰がやっているのかわからないと言っていた。ね、凶悪2件。まあ、2件だな。うん、2つの案件だから。まあ、2つ2件されてて、まあ、1件はもう誰だかわかんねえし、調べなくちゃいけないからあれなんだけど、もう1件はもう誰だかわかってるから。また同じ日の動画ではマサという名前の人が、結賀さんにお前に非があるとか色々とコメントに書いていた。マサってそれって父親とか兄の名前の一部よね。会いに来ても毅然と対応すればいい。いい。怖いなら警察で行くわな。行けないなら自分に非があるからでは。どういうこと？マサさんめんどくさい。あなたはただ俺を責め立てたいだけでしょ。いらないんだそういうコメント。まあ、書いている内容を結賀さんが読み上げているから、察するにマサという人は事件の関係者だろうな。父親であるかのようになりすましているのかもしれないけど。そういえば待って、結賀さんの複数の口座から3回に分けてお金を出していたわね。再逮捕容疑は、原さんのキャッシュカード2枚を使って昨年12月26から28日、京都市や東京都大田区のコンビニなどの ATM から3回にわたり現金計約20万円を引き出した疑い。これもなんだか不思議だなぁ。数回に分けて引き出すものなのか？ただでさえ足がつきやすいのに。しかも京都で下ろしているのよね。これって誰かに会った時に引き出したんじゃない？12月26から28日で3回か、しかも場所を移動しているんだよね。まあ、もしかしたら引っ越し費用とかで必要だったのかもしれないが。ただちょっと不可解ではあるんだよね。それで報道にも他にも関与した人物がいないか調べを進める方針とあるのだろう。警察はこの12月の引き出しで、すでに前容疑者の逮捕を視野に入れていたのね。すごく早い段階でこの人は疑われていたんだわ。この人は周りに攻撃されるのが怖かったとか、被害者ぶって言っているけどさ。その裏では人のキャッシュカードでお金を下ろしたり、スマホで生きているかのように結賀さんになりすましてツイートしたりさ。そうそう、犯行現場にいたのに私は入院していたとか、犯人扱いされてムカつくとかツイートしたり、弁護士に相談してるなんて言ったり。前回の動画でも話したけど、あっちで被害者面、こっちで火をつけて回る、まさにそれが現れている行動だな。二面性があるのでしょう。典型的な犯罪者気質ね。父親も取材で後悔はないと主張して、記者から事件を肯定することはできないと指摘されているだろ？
そしたら事件の詳しい中身を知らない人にはわからない、当事者じゃないとわからないことがあると反論しているんだよ。結局、母親と似たような感覚なのよね。なんとも虚しい気持ちになる事件だわ。ということで今回はここまでにしますね。また何か情報があれば動画にしたいと思います。では、皆さん、ありがとう。またね。